久保さん。二十万で売ってるんですね。まあまあな、いいお値段でございますね。まあ、あと、あれもいいっすね。やってみたいっすね。お金が嫌いっていう人に、百万の札束、あ、これあ、あ,あげますよ、みたいな。い、いらないっすかみたいな。全然僕はあのお金に困ってないんで、百万円あげますけど、みたいな。あ、すいません。やっぱお金嫌い言うてましたよね。すいません。お金嫌いなんで、やっぱやめときますわ、みたいな。 めちゃめちゃ陰謙っすね。<laughs> でもそれぐらいしてもいいと思うんですけどね。うん、なんか自分に正直に、なんかみんなお、なんか仮面被ってるんで。仮面を被った生き方にしておきましょうか。みんな多分仮面被ってると思いますよ。やっぱお金が嫌いとかね、お金嫌いなんですよ、お金必要ないんですって言ってる人に、お金はあんま集まってこないと思いますよ。うーん。 まあ別に好きじゃなくてもいいんだけど、僕の場合は必要なので、必要な分は確実に稼いでます。<laughs> 必要なんて。<laughs> 僕はもう何だろうな。最終曲は、僕がいろいろ考えた結果、お金に対して好きかどうかうん。どちらかというと好きかもしれないけれども、僕は必要というものの上との方が高いセットですね。考え方ですね。うん。なんかお金が好きというよりかは、もう必要ですと。だから必要な分が、だから、 あればいいと。まあもちろんいっぱいあって困ることではないんだけども、自分が最低限自由に担保できるだけの金はしっかり稼ぐ必要だから。で、だからなんでこういう考え方になったのかっていうと、やっぱ昔その会社でやってた時にやっぱ年賞100億っていうのを目指してやってた頃があるんですけども、仮に年賞100億をその時達成したとして、次年賞1000億になったでしょ。でも上場企業とかね。 なんかそのグループ会社で従業員何万人とかね多分そういうクラスを目指してもうなんかキリがないっていうねで今は僕はもうなんかまあ久保さんほど隠居じゃないですけども僕はあのか亀千人の亀ハウスみたいなねもう亀ハウス、まあ、あの鹿児島ってあの桜島っていうねなんか島があるんですけどもあの亀ハウスみたいなまあそういう生活 <laughs> 僕はあのああいう生活がしたいので そうだからまあなんだ自分はこういうライフスタイルなんでそのライフスタイルに必要なだけしっかりとそこを担保していくっていう稼いでいくっていう考え方なんで、まあ、その分はしっかり毎回,毎回稼いでるって感じですねだそれは絶対的必要なんで絶対必要だからこそ絶対売るっていう話ですねうーんそう だからまあ、なんだろうな、もっと素直,素直になればいいと思うんですよね。だからその、億万長者合宿で、そうそうそう、億万長者合宿でそう、お客様のためにみたいなフレーズがあってね。じゃあ、この億万長者合宿に参加した人の中で、今日お客様のために参加した人どれぐらいいるんですかと。お客様のために参加された方どれぐらいいますかと。はい。お客様のために人、お客様の人生変えるために参加した人どれぐらいいますかと。 誰も手を挙げなかったですねえ。自分の人生変えるために来てるんでしょうっていう <laughs>。いや、別にそれ否定してるわけじゃないんだけども、なんかそういうふうに言う人の結構多くは、なんか全然やらないんですよね。なんかきれいと言っときながらやらんっつって、ね <laughs> まあ。まあまあ、全員じゃないでしょ全員じゃないですけど、少なくても、あ、あのー、僕の、僕のその経験上のデータによると、 綺麗事言ってる人ほどやらんっていう。うん、事も言うし、めちゃめちゃ行動も寿司してる人っていうのはあんまり見,見たことないですね。で、なんで見たことがないかっていうと、そういう人たちはもう成功してるんで、うん、成功してるから僕に相談来ないんですよ <laughs>。僕のもはや見ないし、僕のもはや見ないし、僕の話聞かんし、自分で成功してますから <laughs>、だから、まあで、僕のデータにはないってことですね。 うん、僕のデータにあるデータっていうのは、うまくいかない人のデータですから。<laughs> うまくいかない人が僕の商品買うんで。うん。で、うまくいってない、成功してない人が億万長者合宿に参加したし。うん、もう億万長者ですっていう人は誰一人参加してないですからね。うん。そう。はい。まあ、仮面を被った人生は、あんま、 よくな,いんじゃな,いかなとうんやっぱ自分に素直に生きる生きれたらどんなに素晴らしいことかと多分思ってると思うんですよじゃそれを実現できるよやればっていうでも思ってるけども自分ができないっていうことも思う, <laughs> うまあ僕はもう自分を生き続けるだけですし 淡々とあのやるだけです。<laughs> もう生涯全うします。やるべきことやってやりたいことやって <laughs> 死んできます。いってらっしゃい。